愛媛大学の附属学校園をご紹介します。愛媛大学の附属学校は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、それに特別支援学校という、大学へ至るまでのすべての学校種を揃えている5校園があるという意味で、全国的にも珍しい組織になっています。5つの付属がお互いに協力し合いながら子どもの育ちも一貫して見ていくという形で、子どもたちをしっかりと育てている学校です。愛媛大学教育学部附属幼稚園は、みんなで育て、みんなで育つのキャッチフレーズのもと、保護者、地域と連携、協力して教育を行っています。こちらは年長児が園で育てた野菜を使ってカレーを作り、みんなに振る舞うカレー大作戦。先生だけでなく保護者も一緒になって園児をサポート。みんなで作り、みんなで美味しくいただきます。教育学部附属小学校では、仲良く進んでやり抜く子を育んでいます。児童の共に生きる力、たくましく挑戦する力、知を追い求める力を養う教育に力を入れています。特にコーラス部は NHK 全国学校音楽コンクールの全国コンクールに史上最多出場を果たしています。教育学部附属中学校は、主体的、対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニングの視点に立った授業改善に取り組んでいます。また生徒主体による伝統的な学校行事が特徴です。特に卒業記念音楽会のハレルヤコーラスは広く学内外に知られています。教育学部附属特別支援学校では、知的障害のある児童生徒を小中高12年間の一貫性、系統性を持って教育しています。全国から注目を集めるキャリア教育は、先駆的な実践研究を積み上げていて、多くの教育関係者が実習・研修に訪れています。愛媛大学附属高等学校は四国で唯一の国立高等学校で、スーパーグローバルハイスクールに指定されています。また校内連携教育プログラムの導入も学校の大きな特徴となっています。生徒自ら課題を設定し、研究成果を披露する課題研究成果発表会は、校内連携の成果として高い評価を得ています。幼稚園から大学、大学院まで、愛媛大学は地域に、世界になくてはならない自立した大学を目指します。開学70周年を迎えた愛媛大学、大橋雄一学長は入学式で愛媛大学が目指す道をこう語りました。皆さんが入学される愛媛大学は、学生中心の大学、地域と共に輝く大学、そして世界とつながる大学の実現目標に前進を続けていきます。愛媛大学は地域から信頼され、愛される大学に成長することを目標に前進します。